今日は近所の和歌山城に来ています。お祭りがあるみたいです。行ってみましょう。すごいね。美味しそうな食べ物がいっぱい。あ、焼き鳥。たこ焼き。うわ、美味しそう。これはりんご飴。小さい頃からいつも食べてました。すごく美味しいんです。シーフードですね。これは食べなきゃ、私のお友達です。皆さんこんにちは。しらす丼に天ぷらが乗っています。これがもう本当に美味しいんですよ。たまんないです。さて次はデザート。わらび餅です。何でしょうか。いちご大福です。食べたことありますか。おいしいお昼ご飯を食べた後は忍者になるトレーニングです。手裏剣の投げ方を教えてもらったんですよ。どうですか。あ、よしこちゃんも上手ですね。これからいよいよ和歌山城に登ります。和歌山城パート2、絶対に見てくださいね。とっても素晴らしいところなんですよ。じゃあね、さようなら。